なんか立体駐車場の非常階段のところに連れてかれて、そこでされました。怖かったです。高2本当つい最近普通に彼の家でライブ映像を見終わって、なんかすることないねってなって、お互いなんかスキンシップしてたら始まりました。高校の時の彼氏で、彼氏の帽子で、普通に良かった。初体験は中2でネットカフェの中です。やりました。高1の時に喧嘩した元彼とホテルでやりました。何も感じなかった。めっちゃ痛かった。死ぬほど痛かったよ。初めてよ。何も痛くない。かったよ。あと大学4年生の頃で、初めての彼氏ではないんですけど、あの大学4年生の頃にしたんですけど、ちょっとやばいなって思ったのが、ちょっと性癖が変わっていて、え、見てもっと勉強しなよって言われたのが本当に印象的でした。場所は普通にラップとかです。まあ学生の時にしました。もうそれぐらいしか言えないです、私は。チャンネル登録お願いします。